どうもー、寺井拓です。よいしょー、やったー。今日はね、だいたい機嫌悪い寺井拓、機嫌いいですよ。なぜかというと、あのスクープ TV というところでね、あのほらパツロー売ってますやん。で、簡単に言うとミッション達成したんですよ。26万分の1ぐらいの物ごっついやつを引いて、ミッション達成してご褒美くれよと。で、パソコン欲しいなと。僕いつもね、寺井チャンネルとかノートパソコンで編集するんですよ。ノートパソコンはまあ小さいですよね。その小さい画面でさらに編集するとなると、この携帯のちょっとちっちゃいとこぐらいでしか編集できないんですよ。だからデスクトップ欲しいなと思ったら用意してくれました。というわけで僕のパソコンどうぞ。何ですのこれ。パソコンです。パソコンちゃいますよこれ。四角いやつ多いですけど。パソコンでね、作れるんですよ。パソコンは作れないですよ。自作できるんですよ。ということで、寺井さんにもっとパソコンの中身も知ってもらいたいと、はい、いうことを、オールテックさんという、パソコンパーツメーカーさんに相談したところ、はいな、寺井さんが前におっしゃってた、こんなパソコン欲しいなみたいな条件あったじゃないですか。はい、編集がさ、はいな、はい、ゲームをやりたい、そうですね、を叶えるパソコンのパーツを揃えていただきました。やったー。どうやって、ね、ほんまにわかんないですよ。わかるのは、これが多分ね、もう夏で暑いんで、扇風機でしょ。あ、違う。この編集中にブワー、あ、扇風機いっぱいある。扇風機だけで6つぐらいあるで。あながち間違ってない。おお、パソコンのパーツっていうのはそれぞれに役割があるんですけど、はい、簡単にご説明をさせていただきますと、はい、それがCPU と言われるパソコンのスペックを決定するパーツですね。インテルや。そうです。インテルって何なんですか。インテルっていうのはCPU を作ってるメーカーさんですね。 CPU、 はい。であまり詳しく説明しちゃうと、時間が長くなっちゃうので、はい、また下にテロップかなんかで説明を出しておいていただくんですけど、コア i7、 分かりやすく言うと、その寺井さんがやりたいゲームとか、はい、編集とかを快適にできるようにしてくれるパーツですね。作られたやつが良かったんですけど。いや、さっきも申し上げましたようにね、寺井さんいつもパソコンが遅いとか文句言うじゃないですか。まあ言うてますね。やっぱり愛着がないと思うんですよ。ああ、ないかも。すぐ新しいの欲しいとか。はい、自分で作ったら愛着湧くでしょ。あ、確かに、何でもそうやな。しかも、まあ、世界に1台しかないパソコンを。おお、それは熱い。そうでしょ、はい、早速作っていただきたいなと思う。はい、よろしくお願いします。わかりました、パソコン作ります。どうやってケケケケーン。マザーボード、初めて聞いた。マザーボード、お母さんの板、しあーもう難しいね。アルファベットいっぱい、わーすごいすごい。こんなにいっぱいアルファベット見ることある。あ、漢字出てきた、よかった。風が、あ、ピカピカ光るんや。あー、すまたアルファベットいっぱい、なんのこっちゃわからない。 SSD、 これみんなわ、 VGA、 みんなわかんのこれ。これ、わかる人います？あ、わかるよーって人、コメントしてください。僕、なんのこっちゃわかりません。え、こんなんでパソコン作れんの？ね、パソコンってこんなんでできてるんや。あー、ケースだけ見えへん。段ボール入ってる。あー、いろいろありますわ。いろいろある。25万9000円、高い。誰か作って。ケケケケーン。さあ、早速作っていくんですか。作っていくんですね。はい、慣れた方やったら大体30分ぐらい。あ、結構早くできるんや。そうです。初心者とかは。初心者の方でもね、1時間とか。あ、よかったよかった。じゃあ説明していきましょうか。はい、とりあえず、作っていく作業で一番最初の工程、変なパーツでございます。うわ、え、どこ持ったらええねん。このパーツ結構その基板がむき出しになってるので、パーツの基板が折れないようになってる。そのまま、え、折れたらもうアウトですか。折れたらそうですね、物によってはアウトになってます。うわー、じゃあその箱を乗っけてもらって、下の上でもいいんで。え、何これ、1000年後の未来都市やん。
今あの寺井さんが見てらっしゃる真ん中の部分に、はい、レバーみたいなものがついた装置みたいなのがあると思うんですけど、これですかね、はい、そこにこの CPU を載せていただきたいと思うので、はい、箱こんなんやのに中身ちっさこんだけや、こんだけ。いや、すごい大事な部分なんですね、これ。そうです。この向きを間違えると壊れちゃうとかあるんですよね。そうです。あの基本的に向きを間違ってれば取らないようになってるんですけど、はい、その CPU の角に、はい、三角の帳みたいなのがあると思うんです。はい、その帳を、そのマザーボード上にあるその帳同じような三角があると思うんですけど、はい、それに合わせてこれで、ここが一番失敗しやすいところなんですよね。ここさえクリアすればあとはもう簡単。僕はもう喫水のギャンブラーなんで、もう目つぶってこうぐるぐる回して入れますね。あ、どうぞ。止めてよ。はまったんじゃね？はまった！パソコン、できました！まだ多いな。やってるよな、ほんまに。上の黒いほぼはカチッて外れますわ。え、そのままレバー下げて。大丈夫今の。え、怖い怖いです。え、ほんま力任せに行っていいんですかね、これ。え、ほんまに、はい、結構硬いっすよ。あれ4勝1、はめたら外れる仕組み。そうです、はめたら。賢、さすがパソコン。あとはもう簡単です。次の作業いきましょうか。はい、嬉しい。次の作業は、メモリこちらにあるんで、はい、それを、そこの TPU の右横にある4つのブリッジに、さしていきます。これですか。そうです、そこです。ゲームの編集もバリバリされるということだったので、はい、8GB、16GB、8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 GB、
真面目にやります。もっと笑ってくれてもええねんけど。くらえ！あ、いったんじゃない？あ、行きましたね。行きました。行きました。これでもうパーツ使って。はぁ、あ、続いては、その CPU ってすごい発熱があるんですよ。はい。冷やさないと熱暴走しちゃう可能性があるので。あ、僕もそうです。 CPU クーラー、はい、はい、CPU クーラーというものを乗せます。はい。じゃあそれはこちらでございます。クーラー強そう。すごい強そうなマシン出てきた。それぐらい発熱するってことですか。で、どうするんですか。いわゆるあのヒートシンクって言われる熱を逃がすやつ、はい、放熱板みたいなんですね、はい、でその放熱板を今度このファンで風で冷却して最終的に、いや冷たいんですよ、ほんまに。そうなんです。すごい、めっちゃ冷たい。多分熱出た時に冷えピタじゃなくて、これ頭に乗せた方がいいで。めっちゃ冷たい。これをつけるんですね。そうです。そこにあの、うんこライト。え、どこです、どこですか。え、怖っ。うんこ、うんこ盛りぐらい。え、にゅーって。そうです、あんまり塗りすぎるとべっちょべちゃなるから。ああ、言ってくださいね。あ、そう。え、ああ、ああ、ああ。それをこのヘラで。え、機械にこんなものを。こんなもんですかね。 OK、 OK です。パソコンにデータを、当然作業するデータとか保存するじゃないですか。はい。でそれを、今回は SSD っていうハードディスクを説明しましたけど、早い記録媒体を作りたいと思うので、はい、それをマザーボード上に取ってください。これですよね。
このマザーボード上にこのウルトラ F.2 はいはい、そこに切り替えをまた合わせていただいて、はいはいはい、ああなるほど、わかりました、はい、じゃこれを入れたらいいんですね、入れたらいいです、よし、じゃあいきます、つながり眉毛、はい、おお。ここネジ止めれるんで、続いてはいよいよケース、はい、釣りたいと思います、はい、これが結構あの、はい、いろいろ個性が出ると思います、へえ、どんなケースを使うか、あ、いろいろ自分でなんか変えれるんですか、そうです、で今回これはオールテックさんが新発売された、はい、新しいケースです、へえ、うん、え、ちょっと待って、何これ、今回オールテックさんから販売されたそのケースっていうのが、はい、実はそのサイドパネルがアクリルパネルになってまして、でそこに自由にあのデザインすることができるケース、はい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 、はい、で、まあ、テレサブよく知ってらっしゃるそのオールテックさんの中に寺井さんの熱狂的なファンの方いらっしゃるじゃないですか、あー、はい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 、今回この企画でご協力いただいた方なんですけど、その方がなんと知り合いの漫画家さんにいやなんか、依頼をして俺いっぱいおるしかもその5人の方がそれぞれ漫画家さんが描いてらっしゃる、別の漫画家、めっちゃ豪華やん、嬉しいけど何これ、ゲームをこれからやっていきたいと思ってるんで、ゲームの世界観をすごい表しててすごいいいと思うんですけど、自分が使うパソコンにこんなに自分がおるやつ多分おらんと思うねんな、しかもいろんな自分がおんねん、なんか勇者っぽい俺、魔法使いの俺、なんか僧侶っぽい俺、なんか完全にゾンビな俺もおるし完全にゾンビな俺もおんねん、うん、完全にゾンビやねんな俺が、え、でもいいな、そうですよ、これあの非売品なんでほんまに世界にすごっ、うまっ、今後寺井さんが、いろんなことをパソコンを使ってやっていかれるということを考慮いたしまして、はいはい、電源の容量も割と余裕のある電源を用意しています。ですよね、はい。もう見ただけで分かりました。あ、これ、あ、余裕あるタイプやって。詳しいんで、もう。ね、見てください。こんなん作ったんですよ、僕。詳しいでしょ、もう。確かに。ね。未だに何が何か分からんけど。え、なんか、僕のパソコンは扇風機みたいなやつ多くないですか飛んでってまわへん、これ全部なんか、え、これ全部こういう仕組みなんですか、ですパソコンって結局、その電源に関してもやっぱり電源通電してる間って発熱するんで怖いな、俺パソコンしてる間に飛んでってまわへんかな、ブワーってこれをこういう向きで、はい、こうするこういう感じで、ここにあのネジ穴を合わせていただいて、はい、これはグラフィックボード、また扇風機やパソコンって扇風機でできてるんやな、ほとんど、じゃあもう俺らの知らん間にパソコンってぐる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 回ってるんや、そう、中で、へえー、知らんかったというわけで寺一択が何も知らない状態からもう1からどころか0から100まで全部自分でいろいろ頑張って作り上げた最強の自作パソコン、電源がつくかどうか早速やってみたいと思います。これが光ったら成功ですか、そうです、頼む、いけいけ、よっしゃー、ついたー、全部俺がやった、あのほとんどやってもらいました、やったことといえばお弁当の買い出しぐらいですかね、あ、ネジは締めたし、あとすっごい、あれパソコンってこんなんやったっけあの僕あんまりパソコン詳しくないんですけど、こんなに光ってますパソコンって、ケースファンが5つついてまして、はい、それプラスあの今あの
ネオンみたいな形してるんですけど、これあのオールデッカーのガーがアイディーやと思うんですよね。女の子とか家来てイルミネーションとか見たいなってなったら、ちょっと待っといて、ピッ、うーん、すごーい。一回電気消してみます。消しましょうか。はい、本当にすごい光ってんの。光ってる。ものごっつ光ってんな。リモコンがついてまして、そのリモコンでその今イルミネーションみたいに光ってるやつを操作できるみたいです。この PC を使うのは誰ですか。なるほど、名前を決めないといけないですね。じゃあオールテックさんに送っていただいたんで、オールテックさんのパソコンってことでいいんですよね。そうですね、オールテックさんの、これはオールテッラでいきます。いい名前、オールテッラのパソコンにします。ケケケケーン、完成。見てください、光り輝く僕のパソコンを。いやー、しかも超ハイスペックですからね。もうオールテックさんからいただきましたこの超ハイスペックパソコンで、僕はもうえげつない数のエロ動画を見ようと思ってます。これをなんとプレゼント、ケースを、そらもう中身の43ごっつい、結構すごいですよね。パソコンを好きな方からしてもすごいパーツを取り揃えた、これは僕のものですけど、このオリジナルのデザインを施したケースを1名様にプレゼントする予定でございますので、応募方法などは動画の概要欄を見てください。で、このね、このパソコンケースめちゃめちゃいいじゃないですか。もう寺井のイラストが山盛りで、こう寺井チャンネルのねアイコンとかも入ったりして、でこれは僕のイラストなんですけど、自分のデザインしたやつをこんな感じでケースにしてっていうのが、もしかしたらオールテックさんでね今後発売されるかもしれませんので、よかったらホームページなども見ていただければと思います。というわけで、これから僕はねこの超ハイスペックパソコンを使って、ゲームやらなんやらバンバン撮影して、編集とかもね、やっと編集ちゃんとできるわ、ほんまに。モニターもね2個使ってできるんで、多分配信ペースも上がると思いますので、今後ともよろしくお願いします。ほな、チャンネル登録。